林平馬は日本の政治家、著作家。福島県山郡塩川町で生まれる。1907年日本体育会体操学校を卒業し、小学校の訓導となる。その後日本大学法律家を卒業する。早くから政治家を志し、1928年の第16回衆議院議員総選挙に立憲民政党公認で旧福島2区から出馬し初当選。 その後通算7回当選。1932年の第18回衆議院議員総選挙の未休福島1区から立候補し当選している。平沼内閣で鉄道産予官を務め、政党解消後は翌産政治に反対し、講和議員同盟に所属。1942年の翌産選挙には、非推薦候補として出馬したが落選した。敗戦後、 1946年の第22回衆議院議員総選挙に日本新歩党公認で立候補し当選し政界に会議在た。その後新歩党を離党して共同民主党の決闘に参加。国民共同党を経て民主党に所属した。1947年、片山内閣に国務大臣として入閣したが、同年11月25日に公職追放され、 大臣を辞任。追放解除後は1952年の第25回衆議院議員総選挙と、翌1953年の第26回衆議院議員総選挙に、改新党公認で出馬したが、いずれも落選。1956年の第4回参議院議員通常選挙にも、緑風会公認で、全国区に出馬するも落選に終わり、政界から引退した。 合図会会員、政治活動の傍ら収容団の理事を務めた、林守漁場の代表取締役、林新平は平和の孫である。ありがとうございます。